ブルッキングズはアメリカ合衆国オーレゴン州カリー郡にあるし、名称は1908年に共同体を設立したブルッキングズランバーボックスカンパニーの社長、ジョン・イー・ブルッキングズの名にちなむ。2010年国勢調査の時点における市の人口は6336人だった。ブルッキングズ都市圏全体の人口は13000人を超える。これまでに 幾度となく近郊の非法人地域の併合が提案されてきた。ほとんどは失敗し廃案に終わったが、ボラックス社が所有していた町北方の広大な土地の合併は成功を収めている。この成長により、今後20年で1000棟近くの住宅が新しく建設される可能性が出てきたが、都市開発業者の予想では、その多くがある季節に人が集まる別荘となると考えられている。 ブルッキングズはその位置的な理由からオレゴン海岸としては冬の気温が非常に高くなる。気温は1年を通じて21セッ27度に達する。このような暖かい気候になる原因として太平洋からの海流からの影響も部分的にはあるが大部分はクラマス山脈の麓という位置的条件がある。クラマス山脈の麓では風が圧縮され 暖かい空気がブルッキングズ方面に流れていく。この現象はブルッキングズ効果もしくはチェトコ効果として知られる。冬に大雨が多く、夏には濃霧が多い。ブルッキングズハーバー商工会がブルッキングズ地域のために作ったブランド名はアメリカ野生化線海岸の脈動である。このブランドはオレゴン州カリー軍及びカリフォルニア州デルノルト軍が用いている。 1906年、ブルックキングズ・ティンバー・カンパニーは土木工学と林学を収めたウィリアム・ジェームズ・ワードを雇い、オレゴン海岸南部における製材業の潜在性について調査を行った。チェトコ川沿いやピストル川沿いの地域の数年かけて調べたワードは、ブルックングズで大規模な製材業を起こすこと、そして工場と発送施設を建てて、堅固な町を作ることを提案した。 ジョン・ E ・ブルッキングズは会社長となるブルッキングズの創設責任者だったが、いとこのロバート・ S ・ブルッキングズがその都市設計における直接の責任者となった。ロバートは後にサンフランシスコ万国博覧会にも参加したサンフランシスコの建築家バーナード・メーベックを起用し都市敷地の地図を作成した。霊式小型水上偵察機。 第二次世界大戦中の1942年9月9日には、ブルッキングズは、アメリカの歴史上初めてのアメリカ本土空襲を受けた、場となった。藤田信夫が操縦する第二本帝国海軍の例、式小型水上偵察機が、潜水艦 E25 から焼夷弾を乗せて飛び立ち、ブルッキングズ市外の高密度の森林地帯に、森林火災を起こす目的で爆撃を行った。 なお同期は9月29日にもオレゴン州、オーフォード近郊の森林地帯を空襲しているが、アメリカ軍はこれらの空襲に対する迎撃を行うことはできなかった。なお藤田は戦後の1962年にブルッキングズに招待された。藤田は友情の証として自宅で所有していた400年ものの日本刀をブルッキングズに送った。ブルッキングズは 後年の1997年、藤田を名誉市民とする栄誉を与えたが、くしくもその数日後に藤田は他界した。1980年代になると、ブルッキングズは定年を迎えた人々にとって人気のある町となる。カリフォルニアからの人気が強く、実際、現在のブルッキングズではカリフォルニア出身の住民が多い。彼らの政治に対する姿勢は、 新税に対する反対投票が定期的に起こることに現れている。また、カリフォルニア州内の職場へ通勤する住民も多く、そのほとんどの人々は近郊にあるペリカン湾ン州立刑務所に通勤している。高等部ブルッキングズハーバーは2011年3月11日に発生した津波による高潮で甚大な被害を受けた。最も大きな高潮は2.4メートルの高さに達した。 多くのドックが粉砕され、打ち食いが壊されると船舶は破壊され、沈没し、海に流されていった。この津波は、日本、本州の東方沖で起こったマグニチュード9.0の巨大地震が原因となったものである。津波による被害額は2500万ベイドルから3000万ベイドルと推算される。アメリカ合衆国国勢調査局の発表によれば、 市の総面積は2.8ミニで、そのうち2.8ミニが陸地0.04ミニが水域である。出店、http://www.orgoncoast.net ジェトコポイント。ブルッキングズ市内にあるブルッキングズの冬は涼しく、非常に湿度が高く、夏は非常に乾燥しており、7月と8月の 月間平均降水量は 25mm に満たない。摂氏32度を超える日は平均たったの2日であり、摂氏0度を下回る日は平均7.5日である。最高記録は2008年7月9日の摂氏42.3度、最低記録は低摂氏8度である。ブルッキングズで 最も雨量の多かったのは1996年で3147ミ、mm、リメートルの降水量を記録した。反対に最も雨量の少なかった年は1976年で、降水量は1101ミ、mm、リメートルだった。24時間あたりで最も多い降水量を記録したのは1932年3月18日で223ミ、mm、リメートルもの雨が降った。ブルキングズで、 雪が降ることは、あまりなく、年平均降雪量は18ミリメートルである。しかし、1916年1月には250ミリメートルという高い降雪量を記録した。2000年の国勢調査では、市の人口は5447人で、2309世帯1484家族が暮らしていた。人口密度は1951.6ミニだった。 936.6スクエア未の平均密度に2614件の住宅が建っている。人種構成は白人90.55%、アジア系1.29%、アフリカン・アメリカン0.20%、先住民2.40%、太平洋諸島系0.13%、その他の人種1.43%、及び根結4.00%である。 人口の4.74%はヒスパニック、またはラテン系だった。2309世帯のうち27.6%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、51.3%は夫婦で生活している。9.4%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、35.7%は結婚していない。 30.0%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、16.1%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.30人であり、結婚している家庭の場合は2.83人である。市内の住民は23.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が5.7%、25歳。 以上44歳以下が23.1%、45歳以上64歳以下が23.5%、および65歳以上が 23.9%% にわたっている。中央値年齢は43歳である。女性100人ごとに対して男性は90.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は86.3人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は31,656ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は36,846ベイドルである。男性は33,073ベイドルに対して、女性は22,591ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は17,010ベイドルである。人口の11.5%及び、 家族の9.1%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.1%及び65歳以上の9.5%は貧困線以下の生活を送っている。2006年より冬季芸術チョコレート祭りがブルッキングズハーバー高等学校で毎年行われている。この祭典は毎年2月の第2週の週末に開催され、 地元の芸術家やショコラティエにスポットが当てられる。ブルッキングズハーバー芸術祭は1993年に始まった祭典である。8月の第3週の週末にポートオブブルッキングズハーバーの遊歩道の上で行われる。ブルッキングズには小学校と中等学校が合わせて4校、コミュニティカレッジのサテライトキャンパスが一つある。航空バス校。ありがとうございます。